い、どうも田原元成です。この動画で明日の重賞予想とウィファイブ対象レースの S から A 評価馬、こちらについてやっていきたいと思っております。明日宝塚記念春の総決算というそんな一戦なんですけれども、この動画がね、なんか予想参考になればそんな風に考えております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速予想に参ります。明日の宝塚記念なんですけれども、本命はタイトルホルダーにいたしました。この馬が勝った前走の天皇賞春なんですけれども、これちょっとね、異常な光景だったと僕は思っているんですね。天皇賞春で圧勝って割とあります。まあ、割とっていうかね、そのイングランディーレがすごく思い出されてしまうんですけれども、あの時っていうのがね、同じように七馬身差の、そんな圧勝でした。ただ当時っていうのが、その4強ぐらいですかね、それぐらいの4歳馬がかなり上位を占めておりまして、その中でこう、牽制し合った結果、前に行ったイングランディーレに意識が遠のいてしまって、結果的に逃げ切られた。まあ、あの時なんか散水とかね、そういった影響もあったという話もあったので、まあそういったね、時計がかかる馬、差しが全く効かないシチュエーション、そういったものがあっての圧勝だったと思っているんですね。で、その一方でタイトルホルダーです。この馬に関しては前走が 1000m 通過60秒後、こちら天皇賞春の当日の馬場というのはやよもだったので、かなり時計がかかっておりまして、その中にあってのあの数字ですので、もし両馬場だったら菊花賞で記録した60秒フラット、これを軽く超えていた、僕はそう思っております。まあ、ただこの手っていうのはもうタイトルホルダーのね、やり方としてバレちゃってるんですね。要は最初飛ばして、向こう上面ぐらいですかね、2周目の1コーナー2コーナーでちょっとペースを落として、そこで一旦息を入れる。で、最後またグーッとラップ上げるっていうのがもうバレちゃってるので、もうそうはさせじと、ディープボンドの和田ジョッキーであったりですとか、帝王ロイヤルの菱田ジョッキーなんかはもう2番手、3番手、4番手、そのあたりに位置をいたしまして、いかにしてタイトルホルダーを離さないか、そういったところに苦心していたと僕は思っております。まあ、それは横山和夫ジョッキーも織り込み済みだったと思うんですけれども、まさかの想定外の出来事、これが起こってしまったんですね。まあ、というのもですね、シルバーソニックに騎乗していた川田優雅ジョッキー、こちらの方が、スタート直後にね、落馬をしてしまいました。これはまあアクシデントなんでしょうがないです。なんですけれども、そのシルバーソニックがですね、ずっと拉致沿いを通りまして、タイトルホルダーの後ろをぴったりつくような、そんな競馬になってしまいました。まあ、空馬ってね、いろんな要素があると思うんですけれども、少なくともあの状況だけはね、横山和夫ジョッキー全く想定していなかったと、僕は思っております。まあ、それこそね、ゴール前まで空馬かどうか分かんなかったみたいな、そんなコメントもあったと思うんですけれども、その中にあって、もう空馬が後ろから来ちゃって、要は続いて、つかれたという、そんな状況でしたので、仕方なく、向こう上面でもそんなにペースを落とすことができなかった。僕はそう思ったんですね。その結果が何が起こったかと言いますと、もう向こう上面結構早い段階からタイトルホルダーはペースを上げました。それによってですね、もう帝王ロイヤルなんかは向こう上面でもう無知が入るみたいな。で、ディープボンドも、まあ、おっつけなんとか前を捉えようというそんな状況でしたし、もう後ろにいる馬、もうこれは単純にスピードで負けてます。要はそのサバイバルレースというかね、足切りがあの時点で行われた、もうあなたはもう能力のない馬落ちてしまう、それがしょうがないことなんですね。で、一方のタイトルホルダーです。この馬に関して言うと、全く無理をしていませんでした。本当びっくりしたんですけれども、手綱を本当ピクリとも動かさないというか、こうね、無理やりこう、なんとか後続を離そうとか、そういった気配もほとんどなく、あっという間に後続はちぎれていった。もうこれって、もうサイレンス鈴鹿とか、それこそタップダンス室とかね、そういった超スタミナ自慢とか超速力自慢、それしかできないような、もうある意味サラブレッドの理想みたいなね、そんな競馬だったんですね。で、それを踏まえまして、ジョッキーのコメント、こちらの方も精査いたします。まあ、和田隆二ジョッキーの方が、追いかけようとしたところで体が浮いてしまったと。まあ、馬がね、何か異変というか、そういったものがあったというコメントですし、石田裕二ジョッキーは、今日は初めて疲れたところを見ました。これ、帝王ロイヤルってね、ダイヤモンドステークス圧勝みたいな、そんな馬だったんですが、そんな馬が直線大きくよれてしまいました。で、ちょっと下の方に行くんですけれども、竹豊ジョッキーなんかもね、残り800で力尽きたという、そんなコメントをしておりました。本当、どの馬にとっても未知数の状況だったんですけれども、ああなっちゃったらね、もう誰もついていくことができません。七馬身差はもう必然というかね、そんな競馬だったと僕は思います。で、今回の展開なんですけれども、まあ間違いなく、パンサラッサが行くと思います。陣営もね、そういった逃げ宣言しておりますので、で、それ後に続くのが、まあアフリカンゴールドもね、行けるもんなら行ってみたいという、そんなところもあると思うんですけれども、おそらくね、その2頭だったりとか、まあアフリカンゴールドは何とも言えないんですけれども、おそらく2番手か3番手、まあそれ以外に副兵行ったとしてもね、最低でも4番手とかそれぐらいだと思うんですね。ただこの馬に関して言いますと、重要なのは、位置取りではなくペースです。
いかに残り 1000m 半分ぐらいですかね、1100とかそれぐらいでもいいと思うんですけれど、向こう上面からもう自分のペースに持ち込む、それがたまたま先頭なのか4番手なのか3番手なのか2番手なのか、これは分かりませんなんですけれども、そのね自分のペースさえ刻めれば僕はそんなに崩れることがないと、そう思ったんですね。なんかイメージとしては、2004年の宝塚記念のタップダンス7、この馬向こう上面でね、もう残りどうだろう 1000m 前ぐらいからもう先頭立っちゃったぐらいな、そんなような勢いだったと思うんですけれども、そこからもうロングスパートで押し切ったというあんなレースだったんですけれども、まあ後続はちぎれて、力のあるしか上位に来れなかった、そんな一戦でした。であとタイトルホルダーのラップについて一つ、裏付けがあります。こちらなんですけれども、菊花賞の時に、一波乱で12秒5以上、まあ、ペースとしてはそこまで速くないよみたいな、そんな状況が7回あったんですね。要は一波乱12秒5が7回あったのが菊花賞だったんですけれども、まあ当時で言うとね、正直展開が向いた、これは僕かなり大きかったと思っております。まあ、なので有馬記念の敗戦も仕方ないかと思ったんですけれども、前走の天皇賞春、こちらのラップがですね、一波乱12秒5以上、これ八重馬ですよ、八重馬の馬場なんですけれども、一波乱12秒5以上が、わずかね、5回ですかね、要は減ってたんですよ、2回減っていた。それはもうこの馬の進化でしかありませんし、特にラスト6波乱から2波乱目、ここにかけて12秒3、12秒0、11秒9、11秒5、11秒7、どんどん加速していって、後続をちぎっていたわけなんですけれども、まあ、このラップさえ刻めれば正直誰も勝てないと思います。なので今回一番不安視しているのは、例えばね、その前がこう詰まってしまうですとか、そういったセントライト記念パターンですよね、であったりですとか、こう極端な意外と逆にスローになっちゃうとか、そういったパターンの切れ味勝負、これだとちょっと負けるかなと僕は思っているんですけれども、今回想定される縦長の展開で前を捕まえて自分のペースで捕まえに行った場合、まあ前は止まるというかね、捕まえられてしまうでしょうし、後ろから来るのは相当大変です。まあそれこそロングスパートなので、本来差し馬は足を使うであろう位置とはだいぶ早い位置から、足を使わなきゃいけないという、そんな状況になるんですけれども、そうなるとラストの坂で大体止まります。というのがね、やっぱスタミナ、アウトスピード完備しなきゃいけない、この条件の厳しさというふうになっているんですけれども、あくまで今回はね、タイトルホルダーがタイトルホルダーらしいレース、四角戦闘とかね、そういった自分のラップを刻みさえすれば僕は大丈夫だと、そのように判断をいたしました。でちなみになんですけれども、データで一つ、お伝えしたいことがございます。こちらもだいぶ遡りました。1986年以降、まあターゲットがね、ギリギリ入るというそんな範疇なんですけれども、そちらの条件におきまして、皐月賞と天皇賞春、この2つのレースで、3着以内に入った馬、こちらの成績が3220馬券内列 100%、そんなデータがあったんですね。このデータの裏付けというのは、要するにスピードが求められる皐月賞、スピードと早熟性ですよね、が求められる皐月賞と、スタミナと成長力、この2つが要求される天皇賞春、この2つで馬券圏内に入る、これは相当なことです。それこそビワハイヤヒデ、テーモオペラ、オディープインパクト、それ以外にもね、エイシンフラッシュとかそういった馬もいたんですけれども、そういった馬もちゃんと宝塚記念で構想をしていた、この事実は一つねお伝えしたいと思っております。まあスピードあり、スタミナあり、そして成長力あり、この3つを兼ね備えているという部分を考えたときに、今回、確かにね、週中のデータの方では結構評価が低かったというそんな意図なんですけれども、それらを打ち破るその可能性にかけまして、今回はタイトルホルダー、この馬を本命にいたしました。はい、リーカが相手なんですけれども、まずはオーソリティ、この馬を本戦という位置づけになりました。金層はね、左回りを使われておりまして、ジャパンカップ2着、ドバイでもね構想したんですけれども、今回久々の右回り、果たしてこれどうなのかなと、そう思ったんですけれども、中間のコメントの中でね、木村調教師が言っていたのは、サウジの前に立東で追い切ったんですけれども、その時の動きはキャリアハイの動きなのかなみたいな、そんなようなことを言っていたんですね。この調教師のコメント、やっぱ僕は見逃せないと思っておりましたし、この馬自身ね、ルメールジョッキーと非常に相性が良くて馬券圏外がありません。で、まあ、先週ね、ウィンマイティがこの舞台で阪神の内回りで勝ったんですけれども、その馬がステイゴールド系ということで、今回も同じステイゴールド系の、このオーソリティに関してね、内枠を取ったというね、今の馬場だったら内枠がいいと思います。そういった部分を加味いたしまして、ここでも評価を上げたいと、そう思っております。で、エフフォーリアなんですけれども、これ何とも言えない位置ですね。ここまでしか落とせませんし、これ以上も上げられません。そういった位置づけだと思ってください。去年の競馬さえできれば、勝ちます。そんなような馬なんですけれども、ちょっとね、あまりにもこの前走が不甲斐なさすぎましたし、この中間もブリンカーをつけたりですとか、ちょっと試行錯誤する時間が長すぎて、順調に運べるまで結構時間かかったというか、
僕はそんな印象を受けました。でこの馬に関して言うとね、やっぱ去年の天皇賞秋、こちらのパフォーマンスがあまりにも秀逸でした。やっぱ東京向きというね、東京の切れ味勝負、この舞台だったら負けないと思います。という馬ですので、そことの比較で考えたときに、確かに有馬記念勝っていてね、タイトルホルダーとの成績はいいんですけれども、今回の条件だとね、まあ、この位置が精一杯かなというふうに判断をいたしました。で、あとがポタジェですね。前走大阪杯で定員で評価を覆す勝利を飾ったんですけれども、この馬に関してはハイペース適正、こちらの方を評価しております。当時が先通過58秒8だったんですけれども、右回りで、先通過が59秒以下、結構ハイペースで流れた時の成績が3000負け知らず、そんなことがあったんですね。でやっぱこのレースね、まあ、3着とかが多いとはいえディープインパクト3区結構来ます。特に3着穴が多いというのは一つの大きな特徴なんですけれども、やっぱ、ね、ハイペース適正であったりですとか、その夏競馬もね、過去に連勝実績がありました。暑い時期も問題ありません。今回やっぱ大外というところがかなりネックにはなっているんですけれども、まあ上位入選という部分に関してはね、サイドの構想があってもおかしくない、そう思っております。はい、続いて WE5 対象レースの S から A 評価馬、こちらについてやっていきたいと思っております。まずは東京の10レースなんですが、こちらの4頭が該当をいたしました。ですね、この中だと正直ここレベル低いというそんな一戦なんですけれども、まあそうなったらね、ある程度セオリーに準じる、これが僕はいいと思っているんですね。なので、馬番2桁番のね、先行馬、より先行に近いという、そんな馬というところで、5枠当番の、ドン・カポノという馬と、その外ですね、エターナリー、この2頭が S 評価となりました。エターナリーなんかもね、この舞台で先行しての好走力がありましたし、ドン・カポノ、こちらは前走この条件で先行仕切りを決めておりました。まあ、この条件考えたときに、今回ハンデ戦というね、そんな条件でもありますので、昇級初戦の勢いのある馬、そちらを今回はね取ったという、そんな形となりました。はい、続いて阪神の10レースです。こちらの4頭なんですけれども、こんなとかだとローウェルですかね、この4歳馬がちょっと抜けてるのかなと、そのような判断を下しました。この馬なんですけれども、今回の阪神ダート 1400m、この条件におきまして3020馬券内率 100%、前走ね、東京で逃げるようなそんな競馬だったんですけれども、まあ、2着と僅差の競馬をしておりましたし、結構ね、ここに来ての自力強化、これが著しいとそう考えております。で、得意舞台に変わって、という今回なんですけれども、おそらくね、まあ、時期的に考えてここ使って一旦お休みでしょう。ならばここに対して全力投球をかける、まあそれが自然だと考えておりますので、今回はね、昇級団、昇級2戦目ですかね、前走連休で2着の力を発揮してくれる、そう考えております。はい、続いては函館の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、ちょっと小頭数が少ないというところが何とも言い難いところなんですけれども、頭数が少ない割にね、やっぱこの条件でしたら、夏のダート 1700m 実績、ここを取るのがいいかなと、そう思ったんですね。なので、ロードエクレール、この馬なんですけれども、去年の8月に、札幌ですけれども、ダート 1700m での勝利実績がありました。前走はね、2着だったんですけれども、当時勝った馬のウィリアム・バロッツ、これは相当強いですという中での2着に入っておりましたので、まあ、この小頭数だったらね、極端に、まあ先行が激化ということもないと思いますし、まあ、多少控える競馬、まあ、できれば逃げた方がいいと思うんですけれどもね、4角先頭の競馬さえできれば、サイドの構想があってもおかしくないと、そう思っております。はい、次で東京の11レースです。こちらの4頭なんですけれども、この中ではちょっとね、今回は穴妙味というか、そんなとこがある一戦なのかなと、そう考えているんですね。中でも、ルークスネスト、この馬は去年のファルコンステークスの勝ち馬だったんですけれども、やっぱ左回りの 1400m、この舞台に変わるのがね、かなりいいというふうに考えました。そのファルコンステークスなんですけれども、 G1 馬グレナディアガーズ、この馬は任せておりましたし、距離短縮ローテでの成績が2001掲示板外がありません。この久保田厩舎というのがね、田辺ジョッキーを非常に重用するという、そんな厩舎なんですけれども、天厩初戦でこのジョッキーを乗せてきた、そういった背景からもね、一定の勝負気配ありと、そのように判断をいたしました。であと1頭、トリプルエースという馬も開けておきたいと思っております。ここは、間隔が相手の前金2走叩かれての今回3戦目なんですけれども、6走前にこの左回りの 1400m、この舞台で勝利実績があったという馬なんですね。やっぱ 1400m での適性は僕は高いと考えておりますし、当時が、まあ10月ということで、まだまだ残暑は厳しいね、そんな状況を勝ち上がった、そういった暑さへの適性、ここも評価したいと考えております。
でそうですね、あとそれこそね、東京新聞杯3走前なんかもね、ルメールジョッキー騎乗人2番人気とかそういったところに寄されたような馬でもありますので、叩き3戦目での一転、こちらにおいてはね警戒すべきではないでしょうか。はい、続いては阪神の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、以上で宝塚記念の予想と明日の E5 対象レースの S から A 評価場以上は終了となります。この一戦をもちましてね、いよいよ本格的な夏競馬、そんなところに差し掛かるわけなんですけれども、夏競馬超むずいです。そんなようなね、ところが毎年行われているんですけれども、その分ねこの予想のヒントを出しがいというか、そんなところもあると思っておりますので、引き続き夏競馬も何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。